盾となり天地を守らん。子は日和見し、食に組みしたが、だが、急場ゆえ、食の算段を把握していない。まず子を城へ引き込み、食の水流を塞ぎ、その後逆に、敵を水に沈めるのだ。孫悟のため、我らは今一度食と組む。手札は半城、敵本陣。みんな、進め。自分は殿より半城を預かる。クエの盾となり半城を守らん。食の通信は断った。以後は再び全年五分を城へと導かん。一人で現れると面白い。わしが相手になってやる。
城内にいては推計はできぬ。仕方あるまい、官兵に戻るよう伝えよ。拙者は父上と今後の動きを相談してくる。関作たちは水門を見張っていてくれ。水門の職軍は手薄となった。城内の五軍は放置、水門の奪取に向かう。水系は中止になったみたいだね。じゃあ繁盛にいる五軍に加勢するよ。たった一人で残る。我が知略の餌食になりたいらしい。なぜ水門に、まさか城ごと僕に。そのようなことはさせない。敵の足跡の命を裂く。水系は諸の手によるもの。そう喧伝せよ。諸君、自分の身柄の繁盛を水没させるか。なんて非道だ。血も涙もねえぜ。寝る。繁盛に向かった者らは壊滅とは。俺勘、我らをたばかったか。もはや義と職のいずれが敵かも不明ですね。状況が見えない以上、撤収が賢明でしょう。武と共に情報を操り、敵を翻弄する。別にして見事な軍団。ここは引く。ならん。見事見せつけてくれますな。
我が知力させてもらおうか。せぬ！
が討ち取らせてもらった。